はい、藤川先生さん送られてきましたので A 作文ね。こんなに難しい表現使える？知らんでしょ、モーディーなんて表現、カビ生えてる。始まりました、もちゃチャンネル。さあ今回はですね、はい、藤川先生さんですね、あ、空さんって言った方がいいか、送られてきましたので A 作文ね、ライティング見たいと思います。英検2級の過去問かな。レストランとスーパーマーケットが捨てるフードを減らすべきかってやつね。でこの意見に賛成か反対かってやつですね。まあいわゆる編入のために英検2級必要みたいに言ってたよね。トイック、トフル ITP で400何点だっけ、50ぐらいだっけって言ってた気がします。はい。あーでなんか舞台でしたっけ、あれ出たらしいので舞台のお知らせ貼っておきますので、キャンパスコレクション2023大阪だって。今年のコンセプトパイニア。あなたはいくつの挑戦をしたことはありますか。誰も見たことのない景色、誰もしたことのない挑戦を仲間と共に 99% を 100% に。あなたは私のヒーロー。全員がインフルエンスを一つにして、インフルエンスを一つ、影響を挑戦し続け、奇跡を残す個性色のパレットで未来を描き、最高峰の仲間と共に誰も見たことのない景色を見る。ここは私の居場所だそうです。ハートポップバルーンって書いてあるかな。はい、だそうです。キャンパスコレクション大阪ということです。リンク貼っておきますので、はい、チケットご購入検討される方は見てみてください。はい、では行きますか。 I agree with this opinion。 まあ英検2級だからいいか。まあ内容書いた方がいいかな。 with the opinion that にして、まあ一応書いた方がいいと思いますね、そのままのトピックを。 Because throwing away food is not good for the environment and it is a wasteまず、まあ、because 単体では使わない方がいいですね。It is because とか、this is because, that is because みたいなのでやった方がいいですね。Not good for the environment。まあまあまあ、それはそうですね。And, まあ一応 SV 続くのか。It is a waste. It is a waste. まあだって throwing away food だから waste なのはもちろんですね。I think we should consume as much as possible instead of throwing it away. ん？こんなに難しい表現使える？As much as possible とか使えんのかな。 Instead of throwing away unsold products at the supermarket。 Unsold products なんか知ってる？売れ残り本当に知ってたんですか？ At the supermarket, the clerk should take them home and eat them。 使えるの？前置詞足す ingk。 まあ、the clerk っていうのが誰かが分かんないけどね。まあ、clerks should take them home とか使えんの？ちゃんと間違いなく。 That wayYou won't have to throw it away、まあまあ一応 them だからそれを指すんだったら throw them away だけどね。 I am against throwing away even though it can be eaten。 I am against throwing away。 捨てるには反対です。 even though it can be eaten。 食べれるからといって捨てるのは反対です。ん？食べれるんだったら捨てないじゃん。 If it is moldy or rotten。知らんでしょ、モーディーなんて表現、カビ生えてる、rotten、腐ってる。本当に知ってます、この表現。 It is not good in terms of health and safety。 in terms of とか使えんの、てんちゃん。ちょっと怪しいと思っちゃうんですけど、これ。 So I agreed to throw it away for that reason。 その理由で捨てるのには賛成。ん？捨てるのに賛成しちゃったよ。減らすのが目的だったよね。あれ？どうした？途中からおかしなことになってるぞ。え？どういうことだ？捨てるのには反対。カビたり腐ってたら良くないから捨てるのに賛成です。逆になっちゃったじゃん。だから途中から逆のやつになっちゃったね。ヘルスアンドセーフティーを書いてるんだけど、まあエンバイロメントに関しては書い、そういうことか。ちなみにこの英検の2級の場合は、この使えるのが、まあ、今回のものだと、コストとヘルス&セーフティーとディンバイロメント、これ3つなんですけど、これは別に使う必要はないんです。2級の場合は使う必要ありません。別にヒントとしてやればいいだけなので、この中から1個でもいいし、2個でもいいし、0でもいいんですよ。なんでちょっと2つの理由っていうのができてないよね。
だ例えばだ分かりやすいのはほらファーストですね、最初はこれでとかセカンドこれでとかっていう風にやればいいわけですね。でちょっとこれだとそれが分からないし、だ表現自体はなんか難しいの使ってんだけど論理はおかしいね、途中から変わっちゃってるから、一つ目の理由これ二つ目の理由これみたいな感じでちゃんとやればいいかな。でもこれ表現さやっやってるでしょ、これ調べてないと出せないよね、これね。辞書引いちゃ意味ない。え、もしかして誰かに見てもらってんの、添削されてんのかな。いやでも添削されたらこんな論理にはならないか。添削されてないっつって、ああ調べちゃいましたってきた。単語は調べて、やっぱそうだね、調べてるだろうね。表現が難しすぎるね。でもまあこれはやっぱり言っておくんですけど、単語を調べたところでほら代名詞ってわかんないじゃないですか。当たり前ですけど、it を知ってるから、them を知ってるからってやったって意味ないわけですよ。ね、今回のように複数で指さなきゃいけないところは them にしなきゃいけなかったりとかっていうのは当たり前ですけど、辞書を引けるからといってできることではないですね。で、今回みたいにその論理が結局逆のことを書いちゃったとかっていうのも辞書を引くことができるからといってできるわけではないですね、こういうのって。だからもうほら慶応のね文学部とか辞書引けるんだから超楽勝じゃんとかって言われたりもするんですけど、代名詞の問題出たりするわけですよ。辞書が引けるからといってそれがわかるかって言ったらそんなことないからですね。論理っていうのもそうです。辞書が引ければ論理的に文が書けるかって言ったらそんなことはないです。だから辞書が引けるだけでは無理だし、チャット GPT があれば書けるんじゃないか、もう全くもって自分のアイデアとかなしでね、もうゼロからアイデアも出してくれって言うんだったらわかるけど、自分が書いた英文を直してくださいってやった時に論理が破綻してたら無理ですね。添削のしようがない、直しようがないじゃないですか。でこういう時にそういうのを気をつけないといけないわけですね。で結局逆のことを書いてしまった途中からとかっていうね。そうだからこれは非常に文法の間違いは少ないです。まあかなり調べて書いてるっていう印象なんで、なんか聞いてんじゃないって思うんだけどな、ちょっとやっぱ。スローアウェイのちゃんと代名詞を間に挟むやり方とか本当に知ってんのかな。漢詞もほとんど間違えてないしね。まあただそれで表現が使えたからといってちゃんと代名詞指示詞とか、論理的に書くっていうのはそう簡単にはできるようになりませんので、はい、皆さんちゃんとねやってください。はい、まあいろんな方々から、はい、送られては来ているんですけど、なんか別にもうこれ送らなくていいじゃんみたいなのも結構来てるんだよね。まあどれかは、はい、動画のネタにするかなぁとはちょっと思ってます。まだどれになるかは分かりませんが、添削企画はやっております。だやってて動画にして、あこれためになるなって思う回答じゃないと、そうなんか誰でも OK っていうわけではないので、まあ当然選ばれやすいと思うんですが、そんなに送られてきてないんで、どれが皆さんの役に立つかなっていう感じですかね。はい、どうですか。本当にね、添削文というのは難しいですから、ただただ調べればできるものではありません。アイデアを出すこと、そして論理、このやっぱ一文一文のつながりとかって意識する人すごい少ない。代名詞でつなぐとか接続副詞でつなぐとかね、そういう力をつけるのが大事になりますね。はい、まあ英検ね、受ける皆さん本当に英作文大事ですから、論理的に書くこと、文と文とのつながり、段落との、まあ2級は段落ないですけど、準1級からは段落と段落とのつながりとかね、そういったことも意識しないといけません。ちょっとまあね、このワークブックがもう売り切れなんで、ないんですけどないんですけどって来るんですが、そうですね、ちょっとまあ冬ぐらいまで待ってもらわないともしかしたら出ないかなと思います。今改訂版執筆作業に入ってるんですけど、すいませんがお待ちいただいて、英作文の添削はね、守りという English Writing っていうのもやっておりますので、まあそちらはネイティブスピーカーと添削しますが、チャット GPT ではありませんので、そちらも見ていただければなと思います。本当にね、頑張って英語の勉強やってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント、こちら TOEIC800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには、僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。